吉谷さん、今ね、ちょっと思いついたんですよ。すごく当たり前のことなんですけども、あ、これすごいなと思ったんですよ。これ吉谷さんもね、共感してくださると思うんで、ちょっと話しますけども、私ね、従業員を雇ってた頃ね、最終的には7人まで社員を絞り込んだんですけども、7人に払う給料ってあるじゃないですか。例えば1人どんな言ってもね、20万ぐらい払わないとしょうがないじゃないですか。20万円を7人に払うと、すでに140万ですよ。だから毎月140万払ってたわけですよね。で、家賃は100万です。合計240万。まあ、もろもろで私の場合は285万が損益分岐点だったんですけども、285万毎月毎月毎月払っていたんですよ。会社経営を、店舗を経営してる時にね。それ、店舗ぐーっと絞って最後の1店舗になっても、毎月285万は必ず出ていったんですよ。その上にプラスアルファのなんか電気とか水道代とか、私の生活費とか、私の給料、これもろもろは何にも出ないわけですよ。だからね、本当にね、300数十万ないといけないところで売上150万、どうせっちゅうんじゃって話じゃないですか。でも今ね、おかげさまで金利や利回りっていうのも入りますし、ビジネス収益、アフィリエイト収益もね、 YouTube を中心にあるわけなんですけども、そこでね、例えばですよ、車のローンを組むじゃないですか。毎月5万の支払い、毎月5万の車のローンの支払いって結構きつくないですかね、普通に考えたらですよ。で、5万のローン払いながら保険が、まあ、2万円ぐらいするじゃないですか。で、ガソリン代とか1万円とかね、2万円かかるでしょ。だから結局ね、車を買うと、ローンで買うと10万円ぐらい毎月出るんですよ。いや、普通に収入もらってたらね、10万円の車のローンが2本とか3本とか4本重なったらきついっすよ。いや、でもね、私は吉谷さんって毎月200万とか300万、吉谷さんの金額は分かりませんけど、私の場合は300万前後を毎月払ってたわけですよ。それに比べたら、車のローンがプラス10万ですって言って、だいぶ簡単だなと思うんですよね。だって毎月ずっと300万払ってた生活は今私にないんですよ。毎月払うものって、私が意図してね、これをサブスクリプションしようと思わない限りは出ないんですよ。それこそ家も買ってローンもないわけですよね。たまにこう保険とか支払い来ますよね。火災保険とか税金とかね、固定資産税とか、それでちょろちょろ払ってるぐらいなんで、じゃあこれから10万円のローン組もうかな、20万円のローン組もうかな、30万のローン組もうかな、50万のローン組もうかな、全部濃いですよね。で、最大、私の感覚としては、毎月300万円のローンだったら以前と同じ環境に戻るだけなんで、そんなもんかなって感じなんですよ。まあ、しないですけどもね、そういった無駄なローンは。そう考えるとね、なんか BMW と R34、吉谷さん所有されてますけども、なんですかね、そういった車とか不動産の固定費ってもうちゃんちゃらおかしいですよね。だって人間の固定費はもうなんかめちゃくちゃ負担ですよ。文句は言ってくるし、働かないし、社長まだ帰られないんですかとか言ってるしね、お前らのせいで帰られないんだろうみたいなね、そんなことを心に秘めながら、もうね、吉谷さんもね、その部下の顔をまっすぐ見れなかったりね、怒りで目が見れなかったりしたことあるんじゃないかなと思うんですけどね、もう本当不適されて、もうやってられねえよみたいな感じでね。で、従業員はふわふわしててね、買ったりとかね、給料安いとか思ってるわけでしょ。いや、そう考えるとね、私そのレクサスいいなと思ってたんですけども、レクサス買ったところでなんか負担なんですかって話ですよね、自分に思うのは。ただちょっと後ろめたい気持ちあるんですよ。レクサス買うやないですか。だから今私車庫余ってて、今ですらね、まあ、たくさん車あるねって言われてるんですよ、乗りもしないのに。なんかね、これファン感買わねえかなとかね、そんな心配になってきましたよ。まあ、それはまあいいとしてですね、とかく私が憧れていた時代、ネオヒルズの時代っていうのはものすごくね、きらびやかなところを見てました。テレビではシャンパンイエーイってやってね、若い人たちがね、お酒組み交わしながら綺麗な女性を周りに置いて大富豪を演じてるわけですよ。で、テロップでね、何億稼ぎましたって出たりとかね、税金いっぱい払って社会貢献しますって出てるわけですよ。いや、確かすごいな、羨ましいなと思いました。で、ベントレーがダンと出てきたりね、ロールスロイスとボーンと出てきたりね、フェラーリがヒョヒョヒョンと飛んできたりとかね、この不況の日本に
どんだけ金があるんだと思いました。当時は日本のどん底の不況だと思ったんですよ。なのにあのきらびやかさ。でも一つ考えてみたら、今の方が不況感は多分多くの庶民に感じられるところだと思うんですよ。だから当時のネオヒルズですら、ネオヒルズの時代ですらまだどん底ではなくて、今の方がひどいっていうふうに考えられるんですけども、ただね、うん、どこまで行っても今の状況で金持ちになることっていうのはできるんだなといつも思いましたね。でそのためにね、金持ちになった人が前に出て行って、いや、なれるんだよ、大丈夫だよっていうふうにどん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 言ってくださることっていうのは本当希望があったなと思いました。私もね、ヘリコプターでそばを食べに行く人の動画を見て、テレビを見て、そこでちょっとやってみようかって気になったところもきっかけをいただいたところもありますしね。その頃だからネオヒルズ系の動画をいっぱい見ましたよ。で、自称ネオヒルズみたいな人もいましたよ。ヒルズ族みたいなね、自分で、まあ、言うのは自由じゃないですか。で、いろんな人の動画を見た時に今思うんですけど、今は私が見られているなってことですよね。このアウトプット、インプットをする側からアウトプットする側に変わった時っていうのが収入もぐっと変わったというね。だからインプットにはお金がかかるけども、アウトプットにはお金がもらえるっていうね、このお金を払う側ともらう側の入れ替わりですよね。だから私はアウトプットをする数だけ自分の収入はインされるかなっていう、この法則を、まあ、今見出してるわけなんですけども、いやだからね、当時吉谷さんもそうですけども、私がね、もう憧れてやまなかったネオヒルズの人たちも私の動画を何本か見てくださったということもね、聞かされて、あの少ないアクセスの中でもね、ああ大物が見てくれてんだなというところで、ちょっと誇らしいところありましたよね。そういうのも込みでいろいろ考えるところはあったんですけども、まあ、今ねやっぱりね、うん、まあ笑顔ですよ基本的には。苦しい時も笑顔だったんですけども、今は苦しいものがない笑顔ですね。だから思うんですけども、今の暮らし苦しい人も必ず打開できると思うんですよ。だから年齢がどこにいてても、ただやっぱりね、人には自分で自分の足を引っ張る部分もあります、うん、例えばね、いやもう年だからって思うでしょ。それもう敗北宣言なんですよ。年だからじゃなくて、年を重ねてきたから、経験や知識や人脈が豊富になったから、ブレイクする可能性が高いと思わないといけないんですよね。だから若い頃はまだ経験がないから何もできないよねっていうふうに思っちゃって、年齢を重ねるとね、もう若い頃のエネルギーないからっていうので、一番ネガティブな、自分のネガティブなところに気づきやすいのは、だから自分で自分の足を引っ張ってることかなと思います。いや無謀にもチャレンジすれば案外無謀じゃないですよ、うん、無謀なチャレンジって思ったほどできないですからね。まだまだそんなもんなのって感じですよ。いくら無謀で無鉄砲なことやろうとも、え、その程度なのみたいな。だから遠慮なく弾ければいいんじゃないかなと思いますよね。いやで、人生ってそんな長くないですから、じゃあその短い人生の中でもう取り返しがつかないんですよ。で私もね、前回の動画で話しましたけども、レクサス1110万のレクサスあるんですよ。いや私40代ギリギリでね、そのレクサスのオーナーになるってことが、どれだけ後の人生にね、なんか自尊心を勝手な自尊心ですけどね、保ってくれるのか。なんか車のごときでね、なんかこんなに熱くなってしょうがないですね、うん、でもね、ナイト2000を買った時も、あ、ついにこれを契約するようになったかと思いましたけどもね。でも今はね、あの、なんすかね、夕食のおかずを買いに行くような感覚で、あ、レクサスいいなって思ってますよね、うん、ちょっと買ってきますわ、もうめんどくさいんで。じゃあ行ってきます。